そのやっぱりやるかやらぬかを取るんだったらやるを取るのが俺の人生なんで、僕と釣り合いが取れないんですよ。なるほど。ヒップホップとは、はい、ヒップホップとは原田さんと同感なんですか。 JDD ファイナル、はい、降臨ジャズ、はい、出ましたけど、はい、それまでに堀江君はもうジャパンファイナルのジャッジ、実は8回も8回ジャッジやってる。まさか出るっていうことに対してはめちゃくちゃ驚いた。なんで出るっていうふうに決意したのか。去年ジャパンダンスディライト挑戦させていただいて、で去年の今時期東京大会に挑戦させていただいて、半年前ぐらいから企画が立ち上って、はいはい、このコロナになり、はい、みんながちょっと沈んでた時に、僕の後輩が、うん、まあ、全員教え子なんですけど、うん、大阪のゆきさんとかと似てると思うんですよ、はいはい、雪軍団、ゆきりゅうじさんのところと、うん、やっぱ後輩たちが頼みに来たんですよ、うん、こんな時じゃないと頼めないから出てくれないかと、うん、一緒に、はいはいはい、普通の時だったら堀江さんイケイケすぎて、うん、もうな俺たちのことなんか見向きもしてくれないから、でもこんな時だから、うん、堀江さんもやれることあるんじゃないかって、はいはいはい、ガーンって言われたんですよ。なるほど。でもちょっと待ってくれと、考えさせてくれね、即答ですかみたいな、もうすぐ返事してくださいぐらいの勢いで来た。だからまあ待ってくれと、うん、多分ノーだと思うって言って返したんです、うん、最初チャチャ丸が代表して頼みに来て、うんうんうん、ちょっと半分ノーして返したら次全員で来たんですよ、うん、ああそうなんや次の週に、僕の言ってることとちょっと違うんですよね。僕は半分ノーって言ったはずなのに、うん、なんか半分 OK だそうでみたいな感じで言って違う、半分 OK の方をこう前向きにお茶茶丸どう得したんだ俺みたいな、ちょっとなんか持っちゃいましたすいませんみたいななし崩しみたいな。でも、うん、それは冗談ですけど、うん、マジで後輩に言われた言葉が刺さって、うん、僕にできることだったらするぜ、ジャッジに呼ばれていた、うん、先生って呼ばれてる自分もありますけれども、うん、でも一ダンサーという自分も同時に存在してるんで、うん、一ダンサーとしての自分ってなった時に、うん、やっぱりやるかやらぬかを取るんだったら、うん、やるを取るのが俺の人生なんで、いややるを取る、でそれがやっぱりこういう、ね、うん、それはやっぱり信頼できる仲間たち、ダンスディライトの元でできるなら、うん、それは最高だし、うん、だからやらせてもらいました。いや全てね、僕の目の前はね、うん、真っ暗なんですよ、暗闇の中を僕は人生を多分歩んでるんです、うん、でも振り返るとめちゃめちゃ豊かな景色があるんですよ、はい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 、だからやってみた方がいいです絶対、僕の自分のパターン的に、うん、暗闇を通り過ぎて、うん、振り返ったら暗闇だったって時は僕がやらないを選択した時です、うん、分かんないですよ何が来るかは、うんうん、それはメガミックスになる時もそうだったし、ブレイク始める時もそうだったし、うん、TRF の時もそうだったし、だけどやってみたら、うん、やっぱり全部豊かだったんですよ。なるほど。振り返ってみたら、はい、だから困ったら僕はやるを取る。本当に嫌なやつがいたり、うん、嫌いなことだったらできないですけど、うんうんうん、後輩が背中を押してくれて、うん、場所があるんであれば、うん、行かしてもらう、うん、嬉しかったですよ。だから東京で優勝できた時はジャパンファイナル特別賞取ったけど、あのパフォーマンスについてちょっと語ってください。はい、原田さんはご存知の通り、うん、もう30年以上日本に存在しているビバップを貫いているビバップ一門というか、うん、ビバップ派閥としては、うん、ビバップを絶滅臭にさせてはいけないというカルチャーを背負っての中身なんで、うん、振り付けもやっぱりすごく吟味して、うん、選曲も吟味して、うん、でもそのダンサーのパフォーマンス性っていうことになってくると、うん、僕と釣り合いが取れないんですよ。僕がすごすぎて、そのパッションとエネルギーと、なるほどなるほど、しかも僕がセンターになった日には、うん、堀江&ザ弟子たちとかっていう風な絵になる、ホールインジャズっていうんじゃなくて堀江&その仲間たちっていう絵になるから、うんうん、お前たちのパフォーマンスを上げねば、うんうん、最終的に俺に持ってかれるぞと、はい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 、で俺に持ってかれても俺はいいけど、うん、やだろって、うん、チームなんだし、うん、俺がお前らのところに降りていくはずねえだろって、うん、確かにね、うん、それはねで勝てないからそんなことしたら、うんうん、でもお前らが俺ほど上がれば勝てる可能性があるって言って、うんうん、半年間鼓舞し続けました。なるほど素晴らしい。それはダンスのテクニックとかじゃないですよ、うん、テクニックはもちろん僕よりスピードもリズムも僕よりいいんですよ、うん、若い人の方が、うん、でもこのパンチ力っていうか、うん、与える波動というか、うん、いうのは明らかに俺が強いんですよ。いやもちろんそのジャパンの日もやっぱり堀江節がバーンって
って出てたもん、はい、やっぱり堀江くんがセンターでバーンってやったら花開くのよ、はいはい、ありがとうございます。あの場がだからダンスの練習と同じぐらいそういう練習をしました。これ俳優のトレーニングの中でアイデンティティのトレーニングっていうのがあるんですけど、うんうん、人前に立って、うん、自分自身がここにいるってことを宣言する練習なんですね、はいはいはい、だからこう立って堀江春樹私はここにいるっていうそれ言葉を言うだけなんですけど、うんうんうん、そういうことをじゃあ今ここがチッタでそれぐらいの空間の中で800人ぐらいの人を想像して言ってみようとか、うんはいはいはい、そういうの一人ずつやらしたりして、なるほどね、であお前今そこにいなかったねとか、うんうん、あ今いたねとか、うんうんうん、誇りを持って人前に立つとはどういうことなんだろうとか、うん、そんなことをだから半年間みんなでワークショップやってたみたいな。なるほど。人に何かをぶつけるにはどういう方法があるんだっていうことになります。ミスティックムーバスに戻ったようでした。なるほど。ヒップホップとは、はい、ヒップホップとは原田さんと同感なんですけども、うん、僕にしてみたら20世紀最大の発明、うん、100年ぐらい前に音楽、うん、ダンス体験をした人は、うん、ジャズが日本に20世紀の最大の発明って言うんですけど、うん、我々が直面しちゃった人生と照らし合わせて言うんであれば、うん、20世紀最大の発明がヒップホップだと思う。完全にそうやと思うわ、うん、ヒップホップの発明がなかったら、うん、多分こんなに世界の人は踊ってなかったと思います。いやそれはもう絶対に言い切れるね、うん、ディスコで終わってたら、うん、多分なんか古いものだよね、うん、みたいな感じで、うん、そのままもうなんかふわーっと、うんしてるもんで、うん、ヒップホップっていう卵が帰ったおかげで、うんうん、だってヒップホップって今でもイケてる言葉として使われるじゃないですか、うん、若者の中で、うん、でもまさか1983年にヒップホップに出会って最初もうラップも全然ようわからんかったやん。何言ったはんのこの人らみたいな、うん、それがここまで成長してこんなにグローバルに世界を支配するというか完全に音楽の主流になってしまってるわけやん。全く想像せへんかったやん、はい、これは素晴らしいことやね。これがヒップホップが持ってる一番のパワーやと思うね、はい、うん、でこれはもうまだまだ進化すると思うし姿形を変えてヒップホップという言葉は残ってくんじゃないですかね、うんうんうん、多分あと50年後ぐらいのヒップホップを見たら俺とか原田さん、うん、えそれヒップホップなのって言うと思うんですよ。いきなり50年飛ばされたらみたいな、うん、いきなり50年飛ばされたら、ね、うん、でも多分1983年の俺たちが今のヒップホップを見たら、うんうん、えそんななってんのヒップホップって言うんじゃない。いやそうやで、ありえへんっていう、そうそう、そんな風にしてきっと残っていくタイプのカルチャーなんでしょうね、うんうんうん、でも根っこの部分というかピース、ユニティ、ラブ、ハバファンの部分は残してほしいですね、うん、どこまで行っても、ね、うん、どこまで行ってもね、うん、我々はその爆発と同時に10代だったってことが我々のラッキーだと思いますよね。これがもうちょっと遅かったらこうはなってないと思う、うん、すごい感受性が高い時にヒップホップに出会えて、うん、でやっぱり第一世代やから先輩がいないっていうのもね、はい、よかったですね、よかった、歩きやすかったですね。そう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 、うん、もう自分が努力したそれがもう全て自分の道になっていくっていうね、そういう時代を生きてきたっていうのがすごいラッキーやったなと思う。いやー堀江君、はい、今日は一日ありがとう。ありがとうございました。マシーン原田の部屋、うん、結構やってきて、うん、でも今日はそうなるんじゃないかと思ってたけどやっぱり案の定面白かったもうノリが全く違う。昔話とかね、始めた頃にしかわからんような ね話がいっぱいあるし、ね、めっちゃそういうこと思い出したし、なんかすごい心地よかったわ。いい時間をありがとうございます。ありがとうございます。12人目のゲストをお呼びしましょう。どうぞ。こんばんは、タテです。イエーイ、 MC タテやりだー。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。